伝統建築学科3年の柳田です。同じく3年の鳴宮です。ありがとうございます。茨城県にある工場日立です。京都府にある大谷建具工芸です。宮大工です。建具師です。入学した当時から建具師目指してたんだっけ？いや、違う。いつからっていうか、建具師になろうと思ったきっかけって何だ？最初は宮大工を目指していたんだけど、こういうような技能五輪に出場して細かい作業や、細かい作業でこう綺麗な作業をしたいと思って、そして建具は全面が化粧面だから綺麗な作業ができるなと思って、それと細かい作業ができるなということで建具師を目指しました。柳田くんは入学の頃から宮大工を目指してたよね。そうだね、ずっと変わってない。2級の技能検定が一番心に残っています。私は、佐渡での思い出は現在作っている卒業制作での、建具を作っているところが、思い出に残っています。宮大工の技術を吸収して文化財などを直してみたいです。難しい加工や、複雑な、細工などを、きれいにできるようになりたいです。ここでは実物を使った実習とかができるので、実物を使って実習してみたいなと思う方はぜひ来たらいいと思います。まずは飲み研ぎとか、道具の手入れを怠ることを怠らないようにした方がいいと思います。はい、頑張ります。